群馬県道、長野県道44号下仁田浅品線は、群馬県神楽郡下仁田町から、長野県佐久市を結ぶ県道である。群馬県と長野県より、起点を、群馬県神楽郡下仁田町、終点を、長野県北佐久郡朝品村、重要な経過地を、佐久市とする、1976年に認定を受けた、県道の路線である。群馬県神楽郡下仁田町大技。 南の牧野国道二百五十四号から西へ、群馬、長野県境の佐久高原を越えて、長野県佐久市の中心市街地を経由して、道市内の西に位置するヨモギ田地区で、国道百四十二号に至る群馬県、長野県の県道路線である。起点は、この牧寺付近の国道二百五十四号の旧道と、新道の分岐点にあり、起点の下仁田町大技南牧のあざ岩花港から、 道技、川久保までの約 2km 区間は、国道254号との重複区間で、川久保地区から西へ単独路線区間となる。さらに群馬、長野県境付近の群馬県側にも、国道254号急道と 700m 余りの重複区間がある。県境は、熊倉本北側に位置する佐久高原に広がる、過密牧場や内山牧場を通過する。 作詞街地では、子供未来館前から、塚原西まで東西に、中仙道の道筋をたどる。上津牧場にて、平日24時間交通量長野県と、群馬県境群馬県長野県2005年の合併で、現在は作詞の一部。ありがとうございます。